47都市国家対抗トガビトバトル三重パノプティコン編、よっしゃー。どうも三重県住みます芸人の桂木と言います。よろしくお願いします。今回のボランティアテーマはグルメということなんですけども、今回我々はグルメで可愛い愛犬マメちゃんのために一番美味しいドッグフードを選んであげるというボランティアで戦いたいと思います。マメちゃんのためになるものをね、一番いいグルメを選んであげるということですけども、戦うんです。シャツですね。じゃあ早速行きましょうか。早速行ってみましょうか。ね、じゃあどっちから行きますか。じゃあ僕これから行きましょうか。じゃあこれから行きましょうか。いただきます。はい、いただきます。うん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 、そういうことね、そういうことね。はい、次行きましょう。次行きましょう。ね、これです、これですね。はい、セロかみたいですけども、何人かあんやねん。さあ行きましょう、さあ行きましょう。好き嫌いはあるからね。そうだね、言うと。じゃあこれ次よね。はい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 、なるほどね、なるほどなるほど。うんうん。じゃあ続いてこれ美味しそうですよ。はい、そうですね、シャブですね。はい、これ一番いていて、お前ちっちゃ。うん、まあ、はいはい。あ、僕好き。あ、なるほどね、うん、はいはい。もう、まあ、続いていきましょう。感覚置いたらもうおかしくなってくるからね、はい。はい。じゃあ、続いてはこれですよ。これ、何ですかこれ。ガム的なもんですか。ジャーキーですか、ね、ジャーキーですか。でも、お前、はい、戦っていきましょう。戦っていきましょう。はい。戦いましょう。はい。戦いましょう。はい。あ、チーズ塩が、チーズがね、一番、はい、いいね。いいね、いいですね。これいいですよね。はい。じゃあ、続いて、ドッグフード。そうですね。ドッグフード行ってみましょう。戦ってるから、シャツだね。はい、シャツですね。どんどん行きましょう。はい、ね、こんな感覚置いたらダメですからね。もう、感覚置いたらダメですから。はい、行きましょう、行きましょう。もう、いや、俺が食べるから。早速いただいてみたいと思います。どこか。いやいや、俺はもう、歯弱いから。はいはいはい。シャツだね、シャツ。拭いたら拭いたら。戦え、戦うんや。はい。な、もう、このパスさらっといきましょう。ね。順位をつけたい。順位じゃないです。もう、これが一番だというやつを、パッといきましょう。もう、こう食べてみてどうでしたか。もう一番もう完全決まってるんですよ、僕。せーの、これですね。はい。これを、もう、覚悟しちゃダメですからね。はい。今、戦いましたから。早速、うちの愛犬、マメちゃんに、はい。食べて、もらいたいと思います。そうですね、はい、はい、マメちゃん、マメちゃん、おいで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 、おいしい、どう食べて、で食べへんの、あ、何してんの、違う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 、この皿が気になるのかもね、はい、どうぞ、はい、あら、もう早い早い早い、あら、あら、もうあらへん、もうあらへん、ほい、さあ、1位とこんだけ美味しいということですよね。はい、はい、はい、今回は、はい、マメちゃんの自由のために戦わせてもらいました。はい、まあ、次は、はい、あなたの自由のために戦いたいと思います。はい、都市国家対抗トガビトバトル、はい、三重パノプティコン編でした。はい、じゃあね、さよなら。